さあ両チーム選手が冬の中に戻ってまいりました。これより後半戦再開となります。後半戦は海洋学園のキックオフによって試合再開という形になります。キックオフしますは海洋学園10番の野口が務めます。1年生がキックオフいたします。神田一高はリターナーとして5番と10番を配置する模様です。5番は山内3年生、10番は稲本2年生です。オンサイドいった。しかしこれは神田一高を抑えました。ここでしかしイエローフラグが投じられております。反則があった模様です。反則が発生しています。さあどちらの反則だったでしょうか。キックオフの際にキッキングチームだった海洋学園に反則がありました。イリガルフォーメーションです。キックオフの際には人数に左右の割り振りに条件があります。必ず片側の方に4人以上いなければいけません。キッカーを含めますと5人確保しなければいけないという状況ですが、先ほど塊になってオンサイドをする際にその人数比が確保できていない状況と判断されました。結果的にこれは、不正なキックという形になりまして、この反則を関西大学第一高等学校はボールがプレーが終わった時より5ヤード前進した格好で施行いたします。従いまして神田一高自陣43ヤードからのファーストアウト。さあまずダイブプレーを入れた中央へのランプレー、このラン見事決まりまして攻撃で更新です。神田一高ファースト、まずその最初のプレーは最もシンプルかつ最もスピーディーなダイブプレーを展開しました。託されましたフルバック21番密集点一気に突きまして攻撃権更新です。神田一高ファーストまず最初のワンプレー攻撃権更新なしたは21番のデニズでした。2年生です。さあ相手陣48ヤードからの神田一高ファーストアンテ、ここでトラブル発生です。スナップ受けたクォーターバックボールをジャンプしました。統一仕掛けましたがなんとか抑えまして、セカンドダウンに変えます。しかし倒れた地点まで下がるので結果的に10ヤード近いロスになっています。11ヤードから12ヤードほどのロス。神田一高セカンドダウン21、ここをランプレイター、パスと見せかけパスのシチュエーションでしたが、しかしここはランでいきました。ヤニバック3番半藤から中央一気に突破、相手のディフェンスの裏をついたかのように一気に前進しましてスターダウンに変えます。攻撃権更新距離8ヤードに変わりました。鮮やかなランを披露したのは神田一高の3番の藤村でした。2年生です。さあ神田一高サーダウン8、キューディーサイクです。ここで海洋学園が素晴らしいプレーを見せました。キューディーサイク、クォーターバック下がりまして、この距離突破をパスで行おうとしましたが、そこに海洋学園のディフェンス殺到しまして、キューディーサイクパスを投じるに一目前に一目フォースダウンに変えます。12ヤードのロスを待っています。神田一高フォースダウンドームの状況、バントフォーメーションを取ります。
このパントは海洋学園陣26ヤード付近でとどまりまして、この姿勢テイクオーバー、攻守変わりまして海洋学園の攻撃に変わります。さあまず最初の神田一高の攻撃は海洋学園見事に防ぎまして、海洋学園攻撃を得る形になります。さあ海洋学園最初の攻撃後半のシリーズとなります。ボールオンは自陣26ヤードからの海洋学園のファーストダウン10。さあロンリーセッターを切ってきた、右に選手を固めるフォーメーション、右パワーのロンリー、しかしここでプレーが乱れた、スナップが大きくそれかけ、クォーター枠なんとか飛びつき、それを防ぎましたが、しかしタイミングずれたことによりまして、ディフェンスが殺到、大きなロスに変わりまして、セカンドダウンに変わります。海洋学園、セカンドダウン19。しかし、ロンリーセンター続けます。さあ次のプレーはどうするか、パス成功、これも大きくスナップそれました、クォーターバックなんとか確保しましたが、あわやセーフティー、自殺点となるところ、しかしなんとかパスを投げ捨てる格好になり、サードに持ち込みます。パスを投げましたが不成功。ロンリーセンターはそのマンパワーが極端に変わることによって相手の混乱を招きやすいフォーメーションですが、同時にセンターはむき出しの状態になります。非常にプレッシャーかかる状況、センターには技量とそしてパワーが求められる、そのフォーメーションでもあります。さあさらにしかしロンリーセンター行きます、今度はどうするか、サーダンドン、インターセプト、ターンオーバー、ここでプレー崩れながら、しかしクォーターバックパスを投じました、しかしそのパス不成功かと思いきや、これを神田一高見事にすくい上がりまして、インターセプト、パスをダッシュする形になりまして、攻守交代です。ターンオーバー、これによって攻撃権変わりまして、神田一高に攻撃権を移ります。神田一高相手陣25ヤードからのファーストアンテン、さあまずランプレーから入ります。中央にラインバック飛び越しまして、密集点を5番が突破し、攻撃権更新となっています。神田一高ファーサー、見事攻撃権更新をまず1点目に決めましたのは5番の山内でした。3年生、神田一高相手陣15ヤードからのファーストダウン10、パス不成功です。パス不成功となっています。ここでエンドゾーンに走り込んだ3番にパスを投じましたが、これは海洋学園がパスをカットしまして不成功と変えています。ここでウォーターブレイクが入ります。海洋学園後半戦、その突破口をロンリーセンターによって見出そうとしましたが、これは結果的にはプレッシャーからかプレーが乱れまして、非常に厳しい状況を相手にボールを譲渡する格好になっております。なんとか守備でその突破口を見出さんと現在奮闘しておりますが、それを神田一高は振り切り、また再び得点を加点する形になるでしょうか。
ウォーターブレイクを解きまして試合再開です。神田一高相手陣15ヤードからのファーストダウン10。セカンドダウン10です。さあここでクォーターバック自ら行ったパスのため下がり、その意表をつく形で QB ドローによりその走力を突破を図らんというところ、しかしこれは神田、海洋学園対応しまして、このランによるゲインは1ヤードにとどめております。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。神田一高サーダウン内、さあ左方向ついた。関西大学第一高校ランニングバック5番、ランニングバック5番ハンノフから左方向を展開、その走力で攻撃権更新を図りましたが、しかしこれを海洋学園阻止しましてフォースダウンに変えます。ここは神田一高のキャリア5番山内の走力に頼りましたが、しかしフォースダウンに状況を変わっております。神田一高フォースダウン4、ここでどのようなプレーを行使するでしょうか。さあプレーします。フォースダウンギャンブル、タッチダウンであります。さあクォーターバックがいった、エンドゾーンは届かず、しかしギャンブル成功、攻撃権更新ファースト、ここで神田一高はクォーターバック1番のランにそのチャンス、機会を託しました。ハンドオフから1番右オフタックル付近突入しまして見事貢献更新です。神田一高ファースト。さあ神田一高これによりまして相手陣5ヤードからのファーストアンドゥーゴー、残り4回でこの5ヤード突破を図ります。さあランニング枠にトスし右オープンにつきました。キャリア5番そこから縦に上がらんとしましたが、しかしここはディフェンスがカバーよく結果的にゲインなくセカンドダウンに変わります。ここはまず海洋学院が素晴らしいディフェンスを披露しました。負傷者の答えは、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。神田一高セカンドアンドゥーゴー、パス成功、タッチダウン。ここで神田一高パスプレーに出ました。中央を切れ込んだワイドレシーバー3番にパス、このパスを3番ディフェンス振り切れまして見事にそのままエンドゾーンにキャッチしてタッチダウン。神田一高鮮やかなパス攻撃によりタッチダウンを上げまして6点追加となっております。決まりまして1点追加、関西大学第一高等学校35点、海洋学園中等教育学校0点とスコア変わっております。非常に鮮やかにデザインされましたプレー見事決まりました。
見事タッチダウンパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー3番の藤林でした。2年生が鮮やかなタッチダウンパスを決めた形にキャッチを決めた形になっております。現在審判団協議に入っております。ここより、ルール変更が入ります。残り時間3、得点差が35点以上つきましたことによって、試合の時計の進行が変更となります。ここからはランタイム、いわゆるパスの不成功等サイドライン出るなど関係なく、時計はそのまま回し続ける形で試合を進行いたします。ご了承願います。これは両チーム合意の上の措置です。さあ試合は、これより、神田一高のキックオフで再開する形になります。このキックはエンドゾーンにまで入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合は離岸チーム自陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。さあ結果的には自陣25ヤードからの攻撃を得ます、海洋学園。さあこのチャンス生かせるでしょうか。ランタイムのため時計ゲージはスタートしております。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終わりまして関西大学第一高等学校35点、海洋学園中等教育学校0点という形でこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。